富江という名前に聞き覚えはありませんか？悪夢は終わらない。我々の事務所にちょっと不思議な内部資料がありましてね、そのファイルの背にはこう書かれているんですよ。いわゆる富江関連事件。富江は殺されても細胞の一部からでも再生することができる。左目の下にほくろがある女の人のこと見たことない？富江は俺のもんだ。富江はどんどん増えている。リベンジ。